北山隆一郎です。今回はですね、株式投資本、私が最初に出会った株本は、私は株で200万ドル儲けた、だったということでお話しさせていただきたいと思います。そうなんですよね、私が株式投資に興味を持ち始めた本がですね、このですね、私は株で200万ドル儲けたという本でしたね。古本屋さんで見つけたんですけども、まあ、昭和37年の出版ですから、随分昔の本ですよね。それを古本屋で見つけてですね、まあ、読んだんですよね。当時の200万ドルもすごかったですけど、今でも引き続きすごいですよね。でですね、まあ、そんなに儲かるのかということでですね、早速本を読んで勉強した記憶がございますですね。この本ですね、もうね、表紙もね、どこか行ってしまいましたけどね、まあ、少しバラバラになってますがね、まあ、まだ保存してあるんですよね。記念すべき本なんですけどね。ですけど、正直言って、もう読みにくくなってますよね。で、そうですね、最近といいますかね、もう数年前ですけどね、新しくね、また復刻されたといいますか、まあ、役者の方も、ね、違う、翻訳された方も違うんですけども、新しく本が出たんですよね。この本ですね、同じ本です。まあ、翻訳が違いますけどね、中身は同じですがね、これで非常にこの助かりましたね。これを読めばですね、昔の内容と一緒なんですからね。ですから、ぜひね、まあ、これだったら、もちろん古本屋もあるでしょうけど、新本もまだあると思うんですね。これはどういう内容かと言いますとね、ニコライ・ダーバスさんという方がね、書かれてるんですよね。この方はですね、ダンサーだったらしいんですね。そして、日本にもね、来たことがあるということでね、日本の郵便局からですね、電報を打って、アメリカのその証券取引所にですね、電報を打って株を注文したとかね、そういうことが載っておりますね。そして200万ドル儲けたわけですよね。で、そうですね、この方の理論がありましてね、それはボックス理論というんですね。どういうものかと言いますとね、簡単に説明しますとですね、株価が上がってきたものがですね、上がったところからちょっと調整をしますよね。こうお休みして下がりますね。そこから再び 先ほどの高値を抜くような形でですね、上がっていくところをですね、まあ、狙っていくという形なんですね。これはその、下がったところから、上がったところから下げるところまでこうボックスを描けるわけですよね。そのボックスを上抜いたところをですね、まあ、買っていくという投資法ですね。今だと順張りということになると思いますがね、これでこの方は非常にいい成果を上げられたということでですね、今でも私は参考になると思いますね。以上、北浜のカブリッジ放送局でした。